テルダーミスは、神秘欠損用グラフトと呼ばれ、テルモ社より発売されており、粘膜欠損の修復等に用いる。もともとは、形成外科領域において開発されたものである。基本的に上層と下層に分かれ、上層がシリコーン、下層が弱霊牛の神秘由来コラーゲンからなっている。下層を層部にあてがい、勃傷からの細胞侵入で、 神秘様組織を再生していく。上層に存在するシリコーは、浸出液など、水分透過性の調整と感染の防止を目的としている。下層のみのものや、上層がメッシュタイプになっているもの、ドレーンコを備えたものなどがある。開放層部に設置すると、下層において、歯肉結合組織由来の繊維目細胞を取り込むことにより、洋弱肉がとなり、 その上部で、上皮化が進んでいく。その後、テルダーミス自体は組織と置換していき、吸収されていく。様々な症例での適応が考えられる。特に死繍下科処置時に生じる粘膜欠損などに、対して有効であると思われる。しかし、操作性の面で難があり、下科処置の初級者ではうまく周囲組織との血殺方法が難しい。 メッシュタイプなども存在するが、もともと刺繍外科がテクニックセンシティブであり、手術の成功率は、術者の技量も大きく関わると思われる。また、高校外科領域において、腫瘍切除術後や、口外形成術などにも用いられ有効性が確認されている。ありがとうございます。